1933年、ドルフース政権下で非合法化された。この措置はオーストリアがナチスドイツに併合された後も続いた。第二次世界大戦後、カール・レンナー率いる暫定政権に加わった。しかし、ソ連によって分割占領された地区があったにもかかわらず、共産党は勢力を伸ばすことができなかった。その後、 ソ連軍が撤退し、オーストリアは西側寄りながら衛星中立国となると、共産党はますます勢力を落としていった。特に隣国で起きたハンガリー動乱やプラハの春は、共産党を支持する有権者に大きな動揺を与えた。そのため、ユーロコミニズム路線を採用したりしたが、統制の衰退には、歯止めがかからず、国民議会や衆議会の議席も次々と失った。 東欧革命と冷戦の終結はこの傾向に、ますます白車をかけた。現在も、国政レベルでは議席を有していないが、2005年に、シュタイアーマルク州の衆議会選挙で久々に議席を獲得した。2021年にはオーストリア第二の都市グラーツの市議会選挙で、第一党となり、市長の座を得た。なお、欧州レベルでは、 欧州左翼党に参加している。ありがとうございます。